Between Reality and Fantasy by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan at Otsuka International Museum, Naruto City, Tokushima Prefecture, Japan。 現実とファンタジーの間で、大塚国際美術館にて、徳島県鳴門市、5月24日、2017、林博です。昨日、2017年5月24日、かねてよりの念願であった徳島県鳴門市にある大塚国際美術館へ行ってきました。私が住む浜松市から鳴門市までバスで片道7時間の旅行でした。帰り渋滞に巻き込まれまして、さらに時間がかかりました。鳴門市は遠かったですが、行ってみてよかったなと思っています。言うなれば現物大の美術図鑑ということになります。当初はこれは写真だ、偽物だと自分に言い聞かせて見ていましたが、やがてその緊張感も消えると、まあ、絵画といいますか壁画といいますか、そうした美術に吸い込まれていきました。感動しました。素晴らしかったです。つまりは現実とファンタジーの間で私の頭が最初は混乱し、そしてそれが感動へと変化していったということになります。今言いましたように現物大の絵画壁画であるという点でですね、まあ、そうした絵画壁画を見ながら、一方でこんなにも小さかったのかと思うのもあれば、逆にこんなにも大きかったのかと思うのもありました。一枚一枚見ていると、古い友達に会ったような感動と、あるいは若い頃子供たちを連れてあのディズニーランドへ行った時のような感動、その両方が同時に私の心の中で湧き上がってきました。こうした謎解きを続けてきましたが、どの謎解きをしてもですね、一生現物にはお目にかかることはないだろうなという思いがどこかにありました。それが払拭されたというわけではありませんが、私の心のどこかにあった、まあ言うなればかすかな無念さがこの美術館で吹き飛んでしまったというわけです。大塚国際美術館の皆さん、そして当日知り合いになりました3人のガイドの皆さん、どうもいろいろご指導ご教示くださいましてありがとうございました。言うまでもなく、この美術館のもう一つの素晴らしい面は、監視員がいなかったこと、絵画に自由に手で触れることができたこと、そしてこのように写真を自由に撮れたことです。私はその開放感を味わいながら、子供のように館内を
ワイフにああだこうだと説明しながら歩き回りました。ちょうど入るときに万歩計を例にセットしました。途中もうほとんど外に出る頃ですけども、見たときにはなんと1万歩を超えていました。館内にいること3時間半、もう十分堪能しましたと同時に、人間が持つ文化といいますか、芸術といいますか、もっと言えば人間が持つ心の奥深さ、そしてその広さに感動しました。もっと言えば人間は生きてきたし、生きているし、これから先もずっとずっと生きていくわけですが、ただ生きてきたわけでもないし、ただ生きているわけでもないし、それからこの先ただ生きてるだけでもないということです。なぜ私たちが生きてきたか、生きているか、そしてこの先ずっと生きていくかということは、つまりはその人間が織りなす無数のドラマに価値があるからだと私は考えています。つまり人間の織りなすドラマこそが私たちが生きる意味であり、そこから価値が生まれてくるのだとです。そうした価値をこうした絵画の向こうに見ることができました。そこはまさしく人間のドラマの集積回路ということになります。難しい話はさておき、童心に帰って楽しめばそれで良いということにもなるのかもしれません。もちろん新しい発見もありました。それについてはこれから先おいおい私の動画の中で発表させていただきたいと思いますが、大塚国際美術館というところはそういうところでした。簡単に大塚国際美術館の内部の様子を説明しますと、玄関を入りますと長いエスカレーターがあります。そのエスカレーターを上り切ったところにバチカンのあのシスティーナ礼拝堂があります。天井画です。ミケランジェロなる画家が描いたとされる天井画です。私はその天井画を見ながらこう思いました。天井画の中にはたくさんの隠し絵、騙し絵が仕込まれているが、ミケランジェロ自身もそれを知らなかったのではないかとです。例えば正面中央に最後の審判の大壁画が飾られていますが、あの中には7750という数字が隠し込まれています。ジュイッシュゲマトリア、つまりカバラの秘数学、もっとわかりやすく言えば暗号によれば77はキリスト、50はビブリカル、聖書のという意味です。つまりこれは聖書のキリストという意味なんだよという言葉があの壁画の中に隠し込まれています。それを発見したのはもちろんこの私林博史ですが、ミケランジェロ自身もそのことを知らなかったのではないかとです。
知っていたら、そんな隠し、まあこの場合は隠し文字、隠し数字ということになりますが、そんなものを書く必要はなかったわけです。誰が見てもイエス・キリスト、それで良いわけです。また、私が知る限り、ミケランジェロ自身がそのように説明したという記録はどこにもありません。カッシナの戦いのあの絵の中にも775027という数字が隠し込まれていました。私は子供のように、本当に子供のように天井を見上げて、そうした絵を見ていましたが、5分も経たないうちになんと首が痛くなりました。そのことをワイフに話すと、ワイフはすかさずこう言いました。私も痛くなったわと同時に、どうやってあんな絵を描いたのかしらと。ミケランジェロは台座を作って、その上に寝転んでそうした絵を描いたと言われています。などなど、本当に楽しい一日でした。ただバス旅行はちょっと大変ですね。帰りは渋滞に巻き込まれ、7時間の予定だったのがなんと9時間もかかりました。何しろ狭い狭いマッチ箱の中のような狭いバスの中、しかも最後列、私とワイフは浜松へ着く30分前まで、その席がリクライニングできるということを知りませんでした。30分前になって初めて、ああこの席もリクライニングできるんだと、そしてリクライニングしましたが、もう時すでに遅し、足はガチガチ、体はガチガチ、眠ることもできずフラフラの状態で浜松へ着きました。で、今朝5月25日はなんと午前8時30分起き、ぐっすりと9時間も眠ったことになります。で、先ほど朝食を終え、今この動画を編集していますが、第一義的には皆さんにもその雰囲気を楽しんでもらいたいということ、そしてまあ改めてですね、こうした絵画を見ていると、まあ何と言いますか、気が遠くなるような感じがしないでもありません。あまりの数の多さですよね。一枚一枚精査していたら、それこそ何百年もかかってしまうかもしれません。もっとも私の謎解きの検証の範囲に入ってくる作品絵画というのはそれほど多くはありませんから、それなりに検証できるとは思いますが、まあ、それにしても多いですね。本当に楽しい一日でした。今朝も起きてワイフにこう言いました。行ってよかったねって。ワイフもそう言いました。行ってよかったねと。どうも大塚国際美術館の皆さん、ありがとうございました。
私たちにこのような素晴らしい美術館を提供してくださったことを心から感謝します。そして知り合いになりました3人のガイドの皆さん、ありがとうございました。私が何かの意見を言うと、あるいは私が知っていることを話すと、どの方も本当ですかと言って感動してくださいました。ありがとうございました。